視聴回数爆上がりです。え、何のことだ。なぜか知らないけど、このシリーズのパート1がめちゃくちゃ再生されました。なんかもう少しで2万再生いきそうだよな。私たちの集大が2万回見られてしまったということか。そう言われると複雑な気分になるな。今日はあれだっけ、懲罰房に行って、鍵をもらってくるって流れだっけ。そうだな、あわよくば重要資料保管庫にも行きたいなとは思っているが、自由時間に鍵をもらいに行って、その後の刑務作業に行くってのは、そうだな、一番それがベストな動き方だな。刑務作業の場所がどこになるかにもよるが、自由時間だ。おはようございます、鈴木幹事長。おはよう。そういえばもうクリスマスですね。そうだな、クリスマスが近づいているな。幹事長は、クリスマスの予定はあるんですか。さて、今日も一日頑張っていこうじゃないか。霊夢、それは聞いちゃダメなやつだったんじゃないか。確かに、あの優しい鈴木幹事長が黙るのは怖すぎる。予定がないからって彼女がいないと決めつけるな。じゃあいるんですか。いないけどな。これはまたファンが増えそうだ。そんなことはどうでもいいんだ。今日は自由広場に施設が追加された。え、そんなの初めてじゃないですか。お前が筋トレ言うからそれっぽい遊具追加しておいたぞ。これでマリサを力でねじ伏せる計画ができそう。だからお前は毎回怖いんだって考えていることが。というわけで食事の時間までここで過ごしてくれ。わかりました。遊具ってこれのことかな。おそらくこれはなんだろうな。ジャングルジム的なものじゃない。言われてみれば形状は確かに似ている。言うてもジャングルジムで筋トレも難しそうだけど。っていうかこんなことしている場合じゃねえ。鍵を取りに行かないとな。思わずジャングルジムに夢中になってしまった。ジャングルジムなんかいつでも遊べるからな。そうだね、重要そうなものでもなさそうだし。あの懲罰房は地味に遠いからな。毎回時間ギリギリになりかねない。でも鍵をもらっちゃえばもう行くことはないから。そうだな、今回があそこに行くのに最後になりそうだな。もうどうせ監視見てないでしょ。ここ慣れたもんですね。この辺もあの監視塔からここって監視できないんじゃないか。確かにちょっと距離があるから堂々と通ってもバレなさそう。さすがにやりすぎも良くないから適度な緊張感は持ち続けたいが。よし、やっとここまで来たぞ。とりあえず録音データだけ聞いてみるか。ありがとう。これで俺はこの刑務所に用はない。例のものはチェストに入れておいた。よかったら使ってくれ。そこには重要な情報がある。うまくいけば脱獄もできるかもな。では、俺はこれで。というわけで念願の重要資料保管庫の鍵を手に入れました。ここまでが長かった。何気にジェームズが重要な情報があるって言ってたな。脱獄に直結する情報なのかな。どうなんだろうな。そうであってほしいところだが、懲罰房にはもうこれで用がないんだよね。そうだな、あとは懲罰房に入れられるようなことをしない限りはここには来ないんじゃないか。そういえばマリサは一回も懲罰食らってないよね。お前みたいに油断しないからな。マリサが懲罰房に入るのを皆さん待っているんじゃない。私が入ると動画的な面でも入れないからな。メリットが全くないぞ。うわ、そうやって視点の特権を使ってくるのか。いやそれはいいだろ。今回はまだ結構時間が残っているんじゃない。前回はあの謎の建物も探索したからな。そう考えるとまだ探索できたか。職員棟行っちゃってもよかったかな。さすがにそれは厳しいんじゃないか。ここからだとかなり距離あるし。まあそうか。残りの時間はおとなしく広場で待機してようぜ。そうだね、中途半端な時間だしね。じゃあ残りの時間でジャングルジムで遊ぶか。まさか刑務所でジャングルジムで遊ぶ日が来るとは思っていなかったぜ。ジャングルジムの思い出を募集。小さい頃、ジャングルジムの一番上に乗って怖くて降りられなくなってしまった。格好部主の実際にあった思い出。ジャングルジムがある公園も最近あまり見ないよね。というか公園自体が減っている気もするんだよな。確かに最近あまり公園も見ないな。今はボールで遊ぶの禁止とか規制もいろいろあるしな。昔に比べて子供たちが遊びにくい環境になったよね。終了だ。あ、終わりですか。どうだ、新しい遊具で楽しめたか。霊夢とジャングルジムの思い出を語り合っていましたよ。そうか、それならよかった。今後もお前らが刑務作業を頑張ればジャングルジムを拡大していこうと思う。え、そうやって刑務作業が還元されるんですか。そうだな、何か不満なのか。いやまあ、不満とかはないですけど。というわけで食事の時間だ。刑務作業までここで待機だ。わかりました。最
作業で頑張った分、ジャングルジムが拡張されるってなんだよ。別にサイズがでかくなったからって嬉しいわけでもないけどね。なんかちょっとずれているよな。鈴木監視長天然説が浮上しています。それはあるな。まあその話は置いておいて。この後の刑務作業なんだよな。問題は、鈴木監視長の担当の刑務作業だと。採掘と植林あたりが来ると、ちょっと重要資料保管庫のある職員等は遠いなって思うよね。一番来てほしいのは、搬入作業、畜産、農業。この三つのどれかだな。その三つだったらちょっと走れば職員等に行けるしね。食事の時間ってやれることがないんだよな。そもそも時間が短いからね。食堂の鍵は手に入れたけどさ、それ使って地下水路に行こうって気にはならないよな。行って帰ってくるだけで終わりそうだよねこれ。終了だ。あ、看守、今日の刑務作業はどこになるんですか？今日はまた搬入作業を行ってもらう。あの仕分けとかもやるやつですよね。そうだな、覚えているか。そりゃ覚えてますよ。私この世で一番搬入作業が好きなんで。この世で一番好きなものに搬入作業っていうやつはお前が最後の一人だ。そんなにあの作業好きだって言うなら自由時間もやるか。自由時間は別腹なんで、それは牛丼屋行って牛丼頼むみたいなもんですよ。お前たとえ下手くそだな。またいつも通りにやってくれ。二回目だが大体わかるだろ。ちょっと監視が雑になってきてませんか。お前らを信頼しているんだ。それを盾にして説明を省略していません。そんなことない。じゃあ刑務作業頑張ってくれ。わかりました。まあ割といい刑務作業を引いたんじゃないか。これだったら職員棟に行くのにもすぐだしね。もう向かっても大丈夫かな。まだちょっと早いんじゃない。な、ニータは、見られたの？いや、反対側向いて立ち止まっているから見られてはいないな。あれは監視は何をやっているんだ？立ち止まっているの？監視塔の前で棒立ち。まさかずっとあのままってことはないよな。さすがにそれはないとは思うけど。いや、動いているぞ。刑務所の奥の方へ向かっているな。おそらく風呂とかがある建物の方へ向かっていった。ということは、今ならいけるんじゃない？確かに。刑務作業は霊夢に任せていいか？もちろん、マリサ行ってきて。助かるぜ。じゃあ見てくるぜ。重要資料保管庫。さあこの辺から監視が見えなくなったからちょっと怖いんだが、こっちのルートから行けばさすがに見つからないか。問題なさそうだな。確か2階だったよな。よし、やっとこの先に行けるぞ。ジェームズからもらった鍵をここに入れて。まずチェストの中身チェック。お、鉄が1個あったな。これが鉄が3つになったからもう1つ鉄のツルハシが作れるな。さて、それ以外には何があるのか。お、本があったな。読んでみるか。監視のルール。体調不良の場合はもう1人の担当監視と交代とする。また、勤務中に体調不良になった場合は休憩をすることを許可する。その場合、監視棟の鍵は職員室に入れることとする。また、鍵は次の日の朝、交代した監視が回収する。なかった場合は囚人の荷物検査を行い、発見するまで房内待機とさせる。なるほど。ちょっと今まで読んできた本より複雑な内容だな。つまり監視棟の中に入るためには、監視を体調不良にさせないといけないわけか。そんで鍵は職員室に。しかもその次の日に回収されると。これはあれだな。一回戻って霊夢と作戦を考える必要がありそうだな。まあとりあえずこの本の内容は頭に叩き込んで、一旦刑務作業場に戻るか。とりあえず重要資料保管庫はこれくらいかな。ジェームズに言われた通り、かなりでかい情報があったな。周りに監視はいなさそうかな。この辺は行き慣れてないからちょっと怖い。あれ、ここにもひび割れた石レンガがあるな。一応掘ってみるか。あ、ボディに繋がっているだけか。近道できるよってことね。あ、おかえりマリサ。いやー、重要な手がかりあったぜ。そうなの？どんな手がかりがあったの？まあいつものごとく、本があったんだが、どうやら監視を体調不良にさせると監視棟の鍵が職員室に入れられる、ということがその本に書いてあったんだ。体調不良？もしかしてクッキーじゃない？そう、私もそれ思ったんだよな。だから監視用食料のチェストにクッキーを入れれば体調不良にできて、一時的に監視棟の鍵を入手できるというわけだな。それで鍵のかかっていた監視棟に行けるんだね。だけど監視棟の鍵は次の日の朝に回収されるんだ。ということは？だから鍵を取る、監視棟へ行く、鍵を返すという作業をスムーズに行うことが問われるんだよな。なるほど。
これはしっかり作戦を考えていかないと難しそうだね。今までで一番難しい任務になるかもしれない。終了だ。監視長、もう刑務作業は完璧ですよ。本当か、ちょっと確認してみるぞ。しっかり仕分けされている。さすがだな。もう簡単すぎて鼻水出ちゃいました。それはちょっと汚いからあまり近づかないでくれ。これはジャングルジムの拡張も視野に入れなければな。あくまでご褒美がそれなのは草。ちなみにそのトロッコは運搬用だからな。人が乗るためのものじゃないぞ。ずっと乗ってましたけどね、こいつ。意外と乗り心地いいんですよ。監視も乗ってみますか。いや、断っておこう。監視はトロッコより馬の方が似合いますよ。まあ私はここへ通うのにも馬を使うからな。あ、冗談で言ったつもりが本当だったんだ。よし、今日はこれで終了だ。2人とも棒に入るんだ。はい、了解です。また明日の自由時間まで待機だ。明日は監視用食用チェストにクッキーを入れに行くって感じかな。そうだな。今のところ監視の体調を崩すことができる方法として思いつくのがそれしかないからな。明日入れに行ってみよう。じゃあ今日はこの辺で寝ますか。そうだな、おやすみだぜ。おやすみなさい。